すいません、泥縄って何ですか？泥縄？泥縄か、なんて説明したらいいかな。また変な日本語覚えてきたな。あ、難しいですか？あのさ、デイビッドにわかるかな、日本のことわざで泥棒を捕らえて縄を縄うっていうのがあって、それを短く詰めて省略した言葉が泥縄なんだけど、つまりなんかあることが起こってから慌ててそのための用意をすることなんだけど、わかる？木村拓哉がキムタクっていうのと同じですか？まあ意味はまるで違うけど、方法は基本的には似てるかな。日本人はそういうのとても好きですね。ドリームカムトゥーがドリカムだし、おう、都知事のミスター青島がテレビに出てる。都知事辞めるんですよね、ミスター青島さんは。あ、ニュースか。よく知ってるね、デイビッドは。都知事に立候補いたさないことを決意しましたってね。いたさないことを決意しましたのいたさないって変な日本語ではありませんか？あんまり聞かないよな。普通だったらいたしませんとか、都知事に立候補しないことを決意しましたって言うかな。次は誰が知事さんになるんですか？いろんな人の名前が上がっては消えてるよね。田中真紀子さんとか、筧沢さん、舛添さん、鳩山さん、野津さん、赤瀬さん、とか。青島さんが突然都知事を辞めるって言ってから、慌てて候補者を探してるんだよね。どの名はですか？どの名はですね、みっともないからおよしなさい、もっとでっかいことなぜできぬ、しょぼくれたことすんなこの野郎。日産スタンダード東京、この番組は日産の提供でお送りします。